北京オリンピック男子シングル4位でクワッドアクセル4回転半ジャンプを世界初認定させた羽生結弦アナが2月19日首都体育館で行われたエキシビジョンの公式練習に参加しました首都体育館のリンクで滑るのは2月10日のフリー以来9日ぶりとなりました中国の金白陽と パンダの帽子をかぶって記念撮影した後、トリプルアクセルも見せるなどスケーティングを確認しました曲かけでは「春よ恋」を流し優雅に舞いました練習は40分間を割り当てられていましたが20分ほどで切り上げました2月20日北京オリンピックフィギュアスケートエキシビジョン楽しみです